東京2020大会で活動するボランティアシティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマはシティキャスト、フィールドキャストがお届けする都内観光スポットということで、本日はシティキャストの竹澤さん、小山さん、そしてサポートとしてフィールドキャストの川村さんが発表をしてくださいます。それでは早速ですが、皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは。これからですね、私竹澤、あとは川村さん、あと小山さんの3人でですね、東京の魅力ということで、これからあのご紹介の方をさせていただきたいと思います。で、私たちはですね、東京マラソンのボランティアを通して知り合った仲間です。皆さんが東京マラソンの時によく給水をしたり、スタートで送ったり、あとゴールで受けたりですね、皆さん見てる景色がいっぱいあると思うんですけど、そういうことを普段からやっている仲間で3人揃いまして、これから皆さんにご紹介の方させていただきます。よろしくお願いいたします。まず最初はですね、小山さんの方からご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。こんにちは、小山俊明です。ボランティアするときは元気な声で呼んでほしくて、大将って呼んでもらっています。よろしくお願いします。私先ほど、東京マラソンというつながりで紹介がありましたけれども、いつもスタートをすることが多くて新宿です。で、今日はですね、新宿から、電車に20分ぐらい乗ったところにあります東京大学の、大学院生命科学研究科付属演習林、田無演習林というちょっと長い名前なんですけれども、こちらをですね紹介したいと思います。これが街道からの街道沿いのですね、正門の様子です。ものすごい交通量の中で、大きな騒音の中で、いきなりこんな場所があります。喧騒の中でセミも鳴いてるんですけれども、ちょっと中に入ったところを見てください。そうするとですね、もう別世界でこんな大きな空がですね広がって、一体東京なのっていうような、そんな景色が広がるんですよ。今日はぜひともですね、これを皆さんに紹介したいと思ってお話ししています。ここはですね、公園という都立公園という位置づけではなくて、東京大学のキャンパスです。ですから本来は学びとか研究のために使われる施設ですので、そこを見学するという形で私たちは利用することができます。こんなですね、北海道、まるで北海道みたいな景色がですね広がります。もう別世界を味わうことができる、そんな場所です。この右側のですね、小さな木造の建物は、農場博物館といいまして、かつてですね使われた歴史的な、器具だとか、道具、そんなものが展示してあったり、私たち東京の人たちってなかなかですね、農業に触れ合うことができないですよね。そんなことをですね、思い巡らすことができる場所にもなっています。今のようなですね、田園風景の他に、畑だけではなくてですね、林もあります。演習林ということで、もちろんこれも研究対象のためのものなんですけれども、散策することができます。今のこの時期ですと、セミの声がですね中に入った途端、車の音がふっと消えて鳴り響きます。そうするとですね、自分がこういろんなことをファッと忘れてですね、自然を楽しみながら思いを一つにして歩くことができます。じっとこの時期だと汗をかきながら、とっても気持ちよい散策になります。私大好きです。これはですね、ぜひとも紹介したい一コマです。実は正門から入ってですね、まっすぐ100メートルぐらいかな、もうちょっとあるかもしれません。一本道が続きます。その左側にですね、樹齢70年と40年ぐらいの桜がですね、わーって続くんですね。これはもう本当に都会の醍醐味で、都内にいるとですね、こんな桜があったらですね、もうこの下200人300人そんな状態かなって思います。家族で、ちょっとお恥ずかしいんですけども、家族でこんな写真を撮って楽しむなんていうのはとても幸せなことだと思っています。これが全体像です。
新宿から20分に広がる田園風景と書きました。下の方にはですね、さまざまなハスを研究していたりとか、いろんなものが、お花、まあ、トウモロコシもあったりひまわりもあったり、そんな場所です。真ん中の横断路上の方、左側は今ほどお伝えした林です。右側の方はですね、田梨っていう土地なんで、土地はですね、田んぼがないんですね。で、本当に田んぼがないんですけども、唯一、ここに田んぼが見られるっていう、場所があったりとか、あとはですね、桑、お蚕さんの桑を、研究したりとか、小麦があったり、あるいは果樹園があったりと、まあ、そんな、研究のための場所という位置づけの場所です。この右側の方にある、門のところの張り紙を写してきました。見学は月曜日がお休み、火曜日から金曜日、9時から4時半までです。今、コロナのような、ことがありまして、少し制限がありますけれども、基本はこういうふうになっています。いかがでしょうか。こんなですね、東京都心から少し足を伸ばすだけで、こんな思いがけない体験ができて、思いがけない心のリラックスが得られる、こんな、魅力も東京の魅力の一つだと思います。今日私はですね、都下代表としてこんなことを紹介したいなと思ってお話しさせていただきました。それではですね、次はバトンを次の方にお渡ししたいと思います。どうもありがとうございました。はい、竹澤慎二です。それではですね、これからのスカイツリーの魅力を伝えたいということで、ご紹介の方をしたいと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、今あの写真2枚出ているんですけど、実は1枚目がですね、タワービュー通りということで、ここは結構あの隠れた撮影スポットって言われてます。見ての通りですね、足元から頭のてっぺんまで撮影がうまくできるポイントで、すごくあの高さが見えるなっていうところになります。で、隣がですね、もうこれはあの本当にあのスカイツリーのすぐ下まで行って、まあ、撮った写真なんですけど、まあ、ここから見てもですね、すごいあの高いなっていう感じが皆さんも感じ取ってもらえると思います。ちょっとですね、あの実際に行ってあのどんな高さなのかなっていうのを真下からですね、ちょっと撮った動画がありますので、皆さんも見てみてください。今これからですね、足元からずっと頭の方に画像が動いております。真下から見るとものすごく大きくて、ものすごく高いっていうのがですね、すごい皆さん分かってもらえると思います。ぜひ皆さんもですね、この景色を一度見てほしいなっていうふうに思っております。はい、今はですね、下から見た景色だったんですけど、実はですね、あの350メーターの展望デッキから見るとですね、関東平野がぐるっと360度すべて見れます。で、こちらはですね、あの実際にあの配っていただいているパンフレットを今回利用させていただいているんですけど、上と下が01から012までありますけど、ぐるっと回ってます。で、参考にですね、ちょっとあの東京タワーと東京ドームっていうのをですね、赤で丸してありますけど、その写真がありますので、皆さんもちょっと見てみてください。はい、ちょっと小さいんですけど、真ん中に東京タワーがあるのが皆さん分かりますか。こんな景色がですね、すぐ見れます。続いて東京ドーム、まあ、こちらもすごくあの東京ドームってすごくあの上から見ても分かりやすいんですけど、こちらもですね、見ていただいて分かる通り、本当にあの東京のですね、一望が上からだとすごく最高の景色で眺めができるということに、あの皆さんも感じてもらえると思います。で、こちらはですね、ちょっとあのちょうど今オリンピックパラリンピックになってまして、ちょうど今あの各会場がどの辺にあるんだよっていうのがですね、ある画像がありますので、ちょっとだけ皆さんも一緒に見てみてください。今ちょうど下はですね、どの辺にどういう会場があるのっていうのがあって、今上ですね、実際に350メーターの展望台からですね、見てる風景をぐるっと今見ております。この景色が360度すべて見れますので、ぜひですね、皆さんも
見てほしいなっていうのが今日お伝えしたい内容になってます。はい、で実はですねスカイツリーの魅力ってことでこちらの皆さんの普段からスマートフォン使われてると思うんですけど実はスマートフォンのですねアプリを利用していろんな説明を聞くことができます。ぜひスマートフォンをですね持たれている方はぜひそれを利用することによってまたいろんなところの情報も得られますのでぜひ利用してみるといいのかなというふうに思っております。はい、で次がですね先ほどは上からだったんですけど今度は350メーターの下の風景をちょっと撮ってきましたのでぜひ皆さんもちょっと見てみてください。ちょうど下のところに車が走ったりしているのはちょっと見えていると思うんですけど350メーター下がですねガラスを通して見れます。ちょっとブルブルって来る方もいると思うんですけどぜひなかなか見れない景色ですのでぜひ行かれた時はですねぜひ体験してみてください。でこちらがですね今は先ほどは昼間の景色だったんですけど夕焼けですかねあと夜ということで実はスカイツリーの魅力って昼間もすごい景色が綺麗なんですけど夜もすごい素敵な景色が見られます。でちょっとページの方を変えさせてもらいます。はい、今ちょうどですねオリンピックパラリンピックが開催されてるんですけど実は今ライトアップがですねオリンピックパラリンピックに合わせて今映像で映し出されているようなライトアップがされています。でこの期間がですねオリンピックの期間またパラリンピックの期間についてはこのライトアップになってまして実はそれ以外の時もですね次のページちょっと見せみたいんですけど3つのライティングデザインっていうのがされてます。心意気、美意識、にぎわいということでですねキーワードが書かれてますけどこれがですねちょうどこの夏休み の期間でも毎日変わって映し出されておりますので実は東京スカイツリーを見ると中からもそうなんですけど外からもすごい楽しめますのでそういう中ではぜひここがちょうど浅草の近くになるんですけどぜひ皆さんもですね東京に来られた時にはちょっと浅草に足を伸ばして見てみるとこういう素敵な景色が体験できますのでぜひ見てみてください。お願いします。はい、でちょっと参考にですねこちらは大体料金が大体3000円ぐらいということで分かっていれば前売り券買うと安いですよということをこちらで伝えたいなということになります。はい、で続いてこちらの場所なんですけどちょうど浅草からですねちょっと行ったところっていう感じで見えてると思うんですけどこちら見るとですねこの次のページもちょっと見させてもらいますけど本当に上野からですね10分ぐらいとか、東京からもですね20分かかんないぐらいで行けるというところなのでぜひですね東京に来られるときはちょっとインターネットで調べたりしてですねぜひ楽しんでいただけたらいいなっていうふうに思っております。はい、で実じゃあいろんな交通機関をですね多分利用しないといけなくなるんですけどこちらはですねちょっと内容になりますけどお伝えしたいのは実は各会社さんもですね1日のフリー切符とかあと次のページもメトロさんもそうですけど1日乗車券とかいろいろですねこういう1日遊ぶための券を販売しております。でこれがですね初乗りとかかからないので本当に1日交通費を気にしないでいろんなところに見に行けるのでぜひですね東京に来られた時にはこれはスカイツリーだけではなくて他の時もぜひこれを利用するといろんなところに気にしないでちょっとお昼台まで行かないかもしれないですけどぜひ利用してみてください。よろしくお願いします。はい、で実はですねこちらは今ちょっと東京スカイツリーのところでどっちかっていうと景色の風景だったんですけど実はここってですねすごいパワースポットになってるっていうのも皆さんにちょっとご紹介したいなっていうところになります。で実はですねこれちょうど見ていただくと富士山と鹿島神宮がまっすぐに線で結んでてあと日光東照宮とですね
ちょうど交差しているということで、ここはすごいパワースポットだというところでなっております。なのでぜひですね、パワースポットに興味がある方はぜひですね、こちらの方に来てみてもいいのかなというふうに思っております。はい、でこちらは最後になりますけど、私も一人でちょっと取りに行ったんですけど、結構一人でも楽しめますので、ぜひ皆さんもですね、ご家族の方とかぜひですね、楽しんでもらえたらいいなと思います。私の案内を終わります。はい、じゃあ皆さんこんにちは、川村哲夫と申します。よろしくお願いいたします。今日はね、東京の魅力発信ということでお話をさせていただきたいと思います。我々冒頭にね、お話があった通り、東京マラソンのボランティアのつながりです。で私はいつもですね、フィニッシュエリア、いつもというかですね、最近なんですけどフィニッシュエリアの担当が非常に多いので、今日はそれにですね、関連した場所をちょっとご紹介したいと思います。東京からですね、東京駅から一番近い自然、皇居外苑公園、これについてですね、皆さんにお話をしたいなと思います。皇居のイメージって皆さんいろいろお持ちだと思うんですけれど、意外とですね、今までの私のイメージもそうなんですけど、皇居の三冠、全国各地からですね、皆さんいらっしゃって皇居をご覧になって帰られる、これがまた修学旅行も含めてですね、そういうことが非常に多いと思うんですが、最近ではですね、皇居のランニング、1周5キロのコースをみんなで走りながら、ね、健康づくりをしていく、非常にね、これ今流行っております。で今日私がお話したいのは、私のおすすめはですね、皇居のハイキング。皇居のハイキングって皆さんあまり馴染みがないと思うんですが、実はこれが非常に楽しいんですね。これを皆さんにお話ししたいと思います。で改めてですね、この皇居の公園というものはどんな形で分かれているのかというところをね、まず確認してみたんですけど、周囲に位置する公園っていくつあるんだろう。もともとはですね、皇室の一部を一般に開放した国民公園です。実はこれが3つのカテゴリーに分かれております。最初が皇居前にある広場を中心とした皇居外苑地区、これが一番広いですね、これが一番近いところです。2つ目が北側の位置にある北の丸地区、これは皆さんご存知の北の丸公園ですね、ここは皆さんお聞きしたことあると思います。3つ目がですね、皇居を取り巻く12の堀からできている皇居外周地区、この3つに分かれているんですね。なんと総面積約115ヘクタール、大きすぎて意味が分からないですね、このぐらい広いところですね。で今日は私が一番お勧めしたいところが皇居外苑、最初に一番目のところですね。歴史的にはですね、江戸時代前は非常に漁業が盛んだったと。あそこは漁業ですね、これも意外なんですけれど、で江戸時代に入るとですね、やはりこの江戸幕府ができて老中若年寄り、そういう方々の屋敷が非常にたくさん並んでいたというところなんですね。でそれが時代が流れていき、戦後はですね、国民公園として整備されて現在に至るというところが現実ですね。実際に皇居外苑のアクセス、東京駅からですね、大体 8分ぐらい、550メートルですね。一番近いところで行けば二重橋桜田門から徒歩1分です。徒歩1分にですね、大自然があるんですね。こんなに近いところ、駅を降りて1分、東京駅から8分、そこに出てくるのはこのこういう自然が現れるんですね。信じられないですよね、東京から駅から徒歩ですよ。ただちょっと振り返っちゃうと大都会が見えちゃうんですけど、皇居を見てくださいね、こんな大地が広がってるんですね。ここでね、この写真の中にも一部ハイキングされてる方があると思いますけど、本当に多いんですね。私も最初に行こうと思った時に、こんなところでハイキングしていいのかななんて思ったのが正直な感想です。季節の四季折々の花が本当に堪能できる、ここにも書かせていただいた、これはホームページからですね、少し資料をいただいてますけれど、非常に四季折々の花を本当にこの身近で感じることができるということですね。それからたくさんの生き物もここに生息しています。お子さん連れていくには最高ですよね。私はハイキングをしながら何をするかというですね、ちょっと軽いお酒を少し持っていく、ワインとかを持っていきますね。シートを引いてそこで、お家から持っていったお料理を食べる、あるいは
コーヒーを飲んだりとかですね、大体私の場合だと平均 2,3 時間はいますね。 2,3 時間いると本当に心が休まります。ここは本当に東京なんだろうか、ましてや東京駅の近く、忘れちゃうんですね。そのぐらい素晴らしい場所です。その中で私が特にですね、皆さんにお勧めするポイントというのは、これ馬場崎門の出口のところなんですけれど、まあ、ちょっとね地図はいろいろのことがあって今お見せできなかったんですけど、これは、まあ馬場崎門の出口2番と思ってください。ここから出るとですね、ちょっとここに赤い建物が見えますけど、これ実は交番です、ね、やはり今こんな時代です。やはりセキュリティ安全、そういう確保という意味で言ったらもう完璧なんですね。でこのもう一つ見えるところ、トイレ、東京駅から歩いて5分、そんなところにセキュリティがあってトイレがしっかりあってゆっくり休めるところがある、こんな素晴らしい場所他にどっかにありますかね、というぐらい私はおすすめなんですけれど、で私も欲張りなのでただハイキングするだけではなく他のアクティビティもします。ハイキング以外どういうふうに楽しむかっていうと、アウトドア派なんでいろいろさせていただいています。まずは自転車で行きます。私板橋に住んでいるんですけど、だいたいここまで1時間ぐらいかな、1時間ぐらいかけて自転車で走りながら皇居を見て外苑で一休みしてまた帰っていく、あるいはバイクに乗って自称東京パトロールと言ってますけど、だいたいお台場あたりまで行って皇居を中間点にして休憩を取りながらまた走っていく、こんな楽しみ方もあります。東京駅からあるいは都内からですね、一番自然、近い、皇居外苑公園、確かに、いろいろな、ね、都内にも公園はありますけれど、アクセスに相応の、ね、時間がかかったり駅から歩いて結構な時間がかかってしまう、そういうスポットもあるとは思いますけれど、なんとここは先ほどお話している通り1分、東京駅から8分、550メートル、ぜひですね皆さん足を運んでいただきたいなと思います。で私もそうだったんですけど、皇居に行くってことはみんなちょっと敷居が高いのかなと、あまりそこで本当に歩いていいのかなということが不安を感じるんですけど、全然気にする必要ないんですね。本当に楽しめる憩いのスポットです。ぜひ皆さんですね、お時間があるときに立ち寄ってみてください。自然に親しむことができます。詳しくはですね、この外苑ホームページにしっかりと情報が載っていますので、こちらを検索していただければ間違いないと思います。ぜひお越しください。これで我々の発表は終わります。ありがとうございました。皆様素敵なプレゼンテーションありがとうございました。東京の魅力がたっぷり詰まってましたよね。私もワクワクしながらお話を伺っておりました。これからですね、いくつかのインタビューをさせていただきます。改めてにはなりますけれども、皆様自己紹介をお一人ずつお願いいたします。その際にですね、今までのボランティア経験を踏まえて、またこの企画ですね、プレゼン企画にご協力をいただいたきっかけなどございましたら、そちらも踏まえてお願いいたします。はい、じゃあ私から、竹澤です。私がですね、ボランティアを始めたきっかけが東京マラソン の抽選にちょっと外れてしまいまして、まあ、それをきっかけでですね、ちょっと募集、ボランティアを募集してたものですから、そこに応募しました。で実はそれやった時にですね、実はいろんなことをすごい体験できました。簡単に言うと、まあ、仕事とかあと友人関係では体験できないことがですね、実際にいろんなことで自分にこういろんなことを感じることができたので、これはですね、なんか自分のこれから の仕事にも生きるでしょうし、あと人生のライフワークにも生きるのかなと思いまして、そういう中でそれをすごい感じてですね、今回ずっと今も楽しく続けるようになってます。本当にボランティアはですね、非日常生活の中の体験ができることなので、それが皆さんにも伝えたいなっていう思いもさらに今は持ってまして、そういう中では楽しくやらせていただいているっていうのが今の状況になります。はい、でもう一つはですね、今回応募したきっかけなんですけど、実は私ボランティア約20年弱やってるんですけど、そういう中では今回ですね、シティキャストの応募されている中でも結構初めての方が随分いらっしゃったのかなというふうに思ってます。そういう中では初めての方ってやっぱり不安を抱えたり、ちょっとどうしようかなとか、そういう気持ちを持ちながらですね、
参加されていると思うんですけど、そういう気持ちをですね、少しこう支えてあげるっていう、一緒に協力してあげて、皆さんの気持ちをゆっくりしながら活動できるように、少しでもできたらなっていうところで参加させていただいてます。でその人たちがそれをちょっと一歩飛び出ると、今度逆にですね、楽しさを自分で持っていただいて、さらにはその人がさらに今度周りの友達に楽しさを伝えるっていうふうになっていったらいいなと思ってやっております。その一役を担えればと思って今回も応募しました。滝沢さん、そのボランティア活動をするにあたって、周囲の協力っていうのが必要なのかなと思っているんですけれども、ご家族であったりとか職場であったりとか、どのような形で続けられていらっしゃるんですか？はい、ですね、ボランティアやるってなかなか実は多分皆さんもお仕事で忙しいんだろうなっていうふうに思います。なので、私の場合はですね、半年ぐらい前から、皆さん多分働いていれば会社のスケジュールとかあると思うんですけど、そこにですね、具体的に自分が参加したい大会名を入れてます。そうするとこの日はもうダメなんだなとか、この前の週は多分なんかこうバタバタしてるんだなとかいうことで、実は周りにですね、理解をしてもらうっていうことができるのと、あともう一つはですね、それを見た仲間がですね、何やるのとか、どんなことするのとか、またそういうふうにかけてくる仲間もいますので、そうするとその人たちも一緒にボランティアやらないってことで誘いながらってことで、今会社の中ではですね、楽しくやらさせていただいてます。発音の秘訣ありがとうございました。小山さん、お願いいたします。はい、私はですね、東京がふるさとなんですね。で学校を卒業したら、関西5年間、海外5カ国12年間、17年間東京を離れてしまって、お仕事はですね、工事現場の監督をしています。でそんなですね、離れた土地にいて、みんなをまとめながら建物を作っていたんですけども、その間にですね、東京って何だろうとか、日本人って何だろうっていうふうに感じたりとか、あるいはですね、各国に行った時に右も左も知らない中で、皆さんのこうホスピタリティっていうかね、優しさとか助けてもらったりして、そういうこう気持ちをすごく感じながらこう東京に帰ってきたのが9年前なんです。でその時に何か自分から発信できること、何かふるさとにできることがないかなって考えたのが、ちょうどそんな思いを持っている時に東京マラソンのボランティアがあって、参加したわけです。最初は英語が話せるとか、現場監督みたいにまとめられるとか、そんなことを考えてたんですけども、だんだん参加を重ねていくうちに、そんなことじゃなくて、実は自分が与えているようなつもりになってても得られることが多い。それまで仕事人間でいつも前を見ていたのが、普段会えないような人と会えたり、あるいはですね、出くわないような事態に遭遇したり、そんなことを繰り返していくうちに、自分が学ばされてる、気づかされてる、成長してるっていう、そんな気持ちを強く持つようになりました。それがですね、ボランティア好きになっちゃった理由なんですね。今回のこの企画にですね、募集参加したのはですね、せっかくのボランティアの機会、皆さん、私も含めてなんですけれども、ご案内の触れ合い、あるいは交流の機会を通じて、ちょっとでもこの東京って街がいいなって思ってもらったらいいなと思ってたわけです。そしたらですね、なんとこんな事態になってしまって、ちょっと残念に思っていたところに、こんな、映像を通じて、あるいはですね、インターネットを通じて発信できる、そんな機会があってですね、これはですね、自分がやりたいと思ってたことが違う形で実現できる、そんな機会じゃないかなと思って、やってみたいと思って参加したのが、今回のことです。ですから今日の私たちのプレゼンを通してですね、皆さんが何か感じ取ってもらったら嬉しいなと思っています。ありがとうございます。川村さん、お願いいたします。はい、川村哲夫です。よろしくお願いします。私のボランティアのきっかけはですね、東北の震災ですね、災害ボランティア、これが最初の出会いですね。さまざまな、ボランティアをしたんですけど、それが巡り巡って、東京マラソンのボランティアに出会いました。でボランティアっていうのは当初ですね、私のイメージの中では、いろんなことを我々がこうボランティアをして奉仕する、奉仕して、皆さんに与えていくというようなイメージを持ってたんですけど、全然違ったんですね。とにかくいろんな人たちが集まり、みんなその日に団結しながら、一つの目的に向かって
それを作り上げていく、まさに自己成長の場だったんですね。これは本当私も仕事にも活かせるし、本当に人生そのものに活かせる、こんな素晴らしい場はないなということで、もうボランティアに完全にハマってます。今はね、各種のボランティアも とにかくボランティアの機会があればいろんなところに参加していく、皆さんにもこの自己成長をぜひ経験していただきたいなと思っているのが私の願いです。で今回ですね、この上に参加させてお声かけていただいて参加したのはですね、実は私静岡出身なんですね。大学の時から東京にいます。かなり東京のですね、地方出身者としての魅力を感じたんですね。で今回も静岡から友達がたくさん来る予定でした。ところがこんな状況になってしまってなかなか来られない、そういう仲間あるいは来ようと来てたいろんな人たちに対して発信ができる、そのお手伝いができれば本当に嬉しいことだなと思いまして、今回参加させていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。さて今回のプレゼンテーションのテーマがシティキャスト、フィールドキャストがお届けする都内観光スポットということですが、東京の魅力発信という大きな括りの中でなぜこのテーマを選ばれたのかお伺いしてもよろしいですか。はい、じゃあ私の方から、実はですね、私は東京マラソンで、25キロ給水ってことをやってるんですけど、本当に浅草の近いところでやってるのと、あと実は実家が栃木県っていうのもあってですね、いつも浅草から電車に乗ってスカイツリー見ながらで帰りもまたスカイツリー見ながら戻ってくるというところで、本当に身近に感じてて、そういう中では今日今回お話をもらった時にどこがいいかなと思った時にピンってきたのがスカイツリーだったので、じゃあスカイツリーでお話したいなって思って今回テーマとしました。その思い入れのあるスカイツリーのご紹介をしていただいたんですけれども、竹澤さんしかこう知らない豆知識だったりとか何か情報があれば教えていただきたいなと思っているんですけれども、いかがでしょうか。はい、スカイツリーがですね、2012年だったですかね、開業されてると思うんですけど、実は開業にあたってですね、何万人という方が来場者、何万人ですかね、来場者がかなり今いると思うんですけど、実はそれにあたってですね、最初その安心安全っていうのをですね、いろいろ考えられてて、でやはり大勢の方が来るとどうしても怪我をしたりっていうところがですね、やはり防止しなきゃいけないっていうところに対して、実はそのスカイツリーさんの方では関係する社員の方のご家族とかをですね、お呼びして実際に乗っていただいたり動線を作ったりして、どういうところが危険が潜んでいるのかっていうのをですね、何度も確認をして事故を防いで当日を迎えたっていうことを聞いた時にですね、やはり実は作った後どうやって運用していくかっていうのがやっぱりすごい大切で、そういうところも私もちょっとこの工事の関係やってるものですから、すごくその安心安全っていうところに気を配られてやってるっていうところが、たまたまちょっと私の兄弟が関連会社にいたものですから聞いた時に、あ、この話って多分あまり広まってないんでしょうけど、あ、さすがだなと思って今日ちょっとお話させていただきました。まさに裏話ですよね。本当に東京のランドマークといえば東京スカイツリーなので、そういう裏があってこその、こう安心安全にこうスカイツリーを楽しめるというところですよね。はい、ありがとうございます。小山さん、都内から少し離れた癒しのオアシスをご紹介いただいたわけですけれども、東京といえばかなり都会というイメージがあったんですが、少し行くだけでような素敵な場所があるんですね。はい、東京ってすごく人が多い場所だっていうのは皆さん否定しない話だと思います。一方で東京って道路網とか鉄道網とかものすごく発達していて、少し足を伸ばせばいろんなところが味わえる、そんな魅力を持った都市だとも思ってます。で今回のこのシリーズの中できっと皆さんいろんなところを紹介されていると思うんですけれども、郊外を紹介するっていうのも一つの手かなと思いました。でというのは誰でも人間って人混みが嫌になったりとか、こう解放されたいって思う時がありますよね。で、そんな時にちょっとこういう考え方もあるんだよって気づいてもらったら嬉しいなと思って、今回はこういうところを選んでみました。素敵なご家族の写真でしたよね、桜の木の下で。
そうなんです。家族の写真はですね、まあ、先ほど申し上げましたように海外にいましたんで、桜の木で写真を撮るっていうことが叶わなかったんですね。それがもう十何年続いて、で日本に帰ってきた時にですね、あ、素晴らしいなやっぱりって、で東京って桜がたくさんあってですね、本当に素敵なんですね。でそれをライフパークとしてずっとですね、毎年毎年家族の写真を撮っています。いや素敵です、ありがとうございます。さて川村さん、私東京生まれ東京育ちなんですけれども、まさにあの場所知らなかったです。まさにですね、はい、今お話があった通り本当に皆さんご存じないんですね。で東京都内もたくさん緑はあって、公園はたくさんあるんですけど、まあ、その有名なところっていうのはね結構行かれてるんですけど、本当に実はこれ私あんまり紹介したくなかったんですね。私の大好きなスポットだったので本当にもうリラックスできる場所だったんですけど、ただ今回の企画から言ったらお話しする以外ないなと思いまして、ありがとうございます、させていただきました。本当にね、どうしてもこう構えてしまって行きづらいのかなって思うんですけど、意外とそんなことがなくて、今おっしゃった通り知らない方がたくさんいらっしゃるので、それをぜひ知ってほしいなというところが一番の今回の理由っていうことになります。はい、本当にガイドブックには載っていない川村さんの秘密基地をご紹介いただきました。参っちゃいましたね、しましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後にですね、こちらの映像をご覧の皆様にメッセージをお一人ずつお願いしたいと思います。はい、それではですね、まあ、重複してしまうこともあるんですけど、都内にはたくさん、東京にはですね魅力の場所がたくさんあります。で私も繰り返しになっちゃう、本当になっちゃうんですけど、こんな東京駅から近くて10分もかからないところにこんな緑がある、これは都民の方ですら分かっていないんだからね、多分東京以外の方もご存じないと思うので、ぜひ東京駅に来てちょっと時間が余ったら皇居まで歩いてみてください。必ずいい場所があります。そして絶対満足すると思います。都民の方、それ以外の方、全国の方、ぜひですね皇居を怖がらずに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、で私からですけれども、今回ですね東京2020大会、まあ、こんなことになってしまって、東京に来てその後東京のアトラクションポイントを回ってっていう考えられた方いっぱいいらっしゃったと思います。まあ、残念ながらこのような状況になりましたけれども、私たちもおもてなしする立場としてぜひともこうやって発信していますので、将来東京に来られるようになった時にぜひともですね、ちょっとこういう情報を役に立てていただいたら嬉しいと思います。皆さんぜひ東京にも来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ最後になりますけど、私もですね、まあ、今回こうやらせていただいて、やはりその映像を通して発信するっていうところで今回携わせてもらって本当に嬉しく思っています。でぜひですね、皆さんにちょっとお伝えしたかったのが、実は私ちょっとよく使ってるんですけど、この Go 東京っていう雑誌があります。あとこれはインターネットでもあるんですけど、実はここにですねすごい情報が満載されてるんですね。なので本当は来たかったけど来れなかった多くの方が日本国、日本中とか、まあ、海外にもいらっしゃると思うんですけど、ぜひですねインターネットで、調べてみてください。実はこれってですね日本語版ももちろんそうなんですけど、このタイプだと多分英語版もあると思いますので、ぜひですね見ていただいて、ぜひ今ちょっとまだ来れないかもしれないんですけど、ぜひですねその間はちょっといろいろ自分でこうプランを作っていただいて、ぜひもうちょっと落ち着いてみんながですね安心安全に動けるようになりましたら、ぜひ東京、まあ、東京だけではなくてですね地方もそうなんですけど、ぜひ来ていただいて日本をですね元気にしていただけたらいいなと思ってます。今日はこういう場を持っていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。竹澤さん、小山さん、川村さん、ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。